ジェムニー大好きジム G です。魚釣り大好き釣り G です。キャンプ大好きキャン G です。釣りもテニスも大好きやけどな、テニスちょっとスランプやな。魚釣りも長いこと行ってなかったゴンゼしか釣れなかったけどまた行きたなったら、なんかやっぱり一番好きな魚釣りかな。簡単にできるのがテニスから、いや簡単にはできんけどな、まあ苦労したわな。会社の中に壁一枚作ってもらってテニスできる環境が今一番いいねんけど、クラブ行くとなんか売ってもらわれへんな悲しいな上手くなったら売ってくれんか思ったら大きな間違いと要求売ってくれんとなあ、難しい、テニス難しい、魚釣りやっぱり楽しいな。なんでか知らんけどゴルフもやったけど、明日あこのコース13番ホール7番やんかな8番やんかな、ちょっとこう味覚力絶対ないな釣りやったらもうタコの仕掛けなりしょ、イカの仕掛けなりしょ、ゴンズイ来たらどないしょ、アイゴ来たらどないしょって、もう準備がすごいかかるな魚釣りは。だから準備してる頃から楽しいから、やっぱ魚釣りが一番好きだから食べて美味しいしな。ゴンズイ美味しかったわ、ゴンズイゴンジーになるせいはもうゴンズイの釜焼き最高やったわ。ゴンズイの丼ぶりうな丼より美味しかったらゴンズイ丼やね、ゴン丼やね、ゴン丼。釣りおもろいな、ルールないもん僕らの釣りは、張り勝っていっぱいいろんな仕掛けこさえられるし、もう夢がぶわー広がるわ。根魚が塩やからな、タコを釣ってもいいし、そこにあるガシラとか、フグでも彼岸フグとか美味しいしな、わしよう言われるけど何でも食べてもすきやわ。穴釣りも、穴釣りはやっぱテトラの穴釣りはちょっと危ないな、やっぱあれは一人で行かん方がいいないやあのなんかな、ココココッとこの引くこのココココッと全然引かへんかったものだけど、ココココッと来たらもう念仏台でも何でも嬉しいわ釣り大好き。